もこんにちは。シンプルに部屋着のまま来てしまった、いや来てしまったっていうか、正確に言うと髪の毛を巻いていたら時間がもう始まってたんですね。始まってたんですね。ということで、なのでちょっとラフな格好なんですけど、なんだっけ、量産型メイクの配信とかを見てくれた方は知ってると思うんですけど、あのコテが壊れたんですよ。であんまりうまく巻けてなかったんですけど、新しく買いまして、なので絶好調です。とっても絶好調という感じです。普通にヘアセットをするっていう。そう、新品ゲットしました。という感じです。完成。Tシャツなんて書いてあるのだって。なんて書いたんだろう。なんて書いてあるかわかんないけど、はい。けどはい。適当かよ。けどはい。あっち。ブルックリンって書いてあるの。ブルックリンって何？町？これさ。いつ買ったかとか全く記憶にないんだよね。いつどこで買ったか全く覚えてなくて、気がついたら家にあったって感じなんですよ。だから自分でこれを選んだ記憶もないし、そうあるから着てるって感じ。結構ニューヨーク、あ、イギリス、イギリスの首都。そう、これはだいたい部屋着にしてますね。いや、よくこれ着てる。配信でもよく着てますよね。ワンピースくらいの丈があって、結構膝上くらいまであるんですよ。だから最悪これ1枚でも生きていけるかなくらいの丈はあるので、そう楽ちんでお家で着てます。たまにレッスンとかでも着てます。見せよう、せっかくだし。見て、ほら新しいコテ。しかも今回はなんか別にこれが良かったわけじゃないんだけど、あのストレートアイロンとくるくる巻くのと両方できるやつにしましたっていうか、これしかなくて、これは32ミリっていう太さなんですけど、その太さのバリエーションしかなくて、たまたま多分わかるんだけど、なんか巻くだけとか、ストレートだけはあるんだけど巻くだけがなくて、
まあいっかと思ってこれにして、そう32ミリにしました。ブランドはおすすめのサロニアっていうところ、ちょっとあんまロゴが見えないんですけど、この子のせいでサロニア、そうピンクのもなかったの、この私がね持ってるこれは25ミリ、これサロ、これもサロニアって場所なんですけど、これが壊れちゃったんですけど、これピンクは期間限定だったからピンクだったんですけど、でこれも期間限定、なんか本来はグレーに黒かグレーに銀かな、あグレーじゃない、グレーじゃない、ん黒に銀、ん黒銀か黒金なんですけど、そうこれが期間限定であって、あとレモン色と、あとなんだっけな、なんか緑っぽい色があったんですけど、なんかエメラルドグリーンみたいな、いやそれは嘘だな、エメラルドグリーンってほぼ青だよね、なんだろうな、蛍光緑、黄緑みたいな色があったんですけど、なんかこれが一番かっこいいからこれにしました。そう、そういえばなんでもないです、え、なんでもある、え、そういえばないつもね、これ耐熱の持ち運び用のケースがついてくるんですけど、そういえば今回これついてなかったな、まあいっか、買いました、4000円くらいですよ、安い、コテの中ではまあまあ安い方で、220度まで、そう商品紹介してるのは220度まで上がって、海外対応、海外のあのワット数にも対応してるから、そう万能、袋は前のが使える、使えるけど、私言うて袋がないとか言ってるけど使ったことがほとんどないから、もう割ともうそのまんま裸のまんま持ち歩いちゃうタイプだから全然いいかなって感じ。そうでもこれはそう、それこそストレートとあの両方使えるんですけど、ストレートは使わないかなって感じ、これのストレートは。わけがあって、やけどしやすいんですよ。普通のさストレートだったらこの中しか熱くなんないから、外が熱くなんない、まあ熱くはなるんだけど激熱270度にはなんないんですけど、これなっちゃうから、前髪とかやった時におでこに触れるとやけどするから、私が下手くそなだけなんだけどあんま使わないかなって感じ。けどまあ旅行とかね、なんかどっか旅行は別に行かないんですけど、私はなんだろうな、ちょっと握手会とか遠くとかね、なんかあったらまあこれ一本でもいけるかなって感じで、これにしました。まあこれしかなかったからこれにしました。そう、あと聞いてほしいの、新しいヘアバックスも買ってみて、ナンバー第1位だから買ったの濡れ髪って書いたから使ってます。今っぽ風になるかな。今までいつもね、ベビーオイルで、ベビーオイルと普通のワックスを混ぜて使ってたんですけど、そう持ち運べないじゃないですか、そんなに2つもし、なんか難しくて、分量がいつもなんかめっちゃベタベタやったりするから普通に買いました。そうすごい購入品紹介してるけど、うん、あとは聞いてほしいの、
聞いてほしい。なんか何のショールームかよく分かんなくなってきたけど聞いてほしいんですよ。なんか今までちょっともう捨てちゃったんですけど、古いのをちょっと捨てちゃったんですけど、メイク動画でねよく登場してたあのなんかボロボロのやつを買い替えて、これ買い替えたんですよ。ついになんか AKB 入ってすぐくらいからずっと使ってたから多分3年くらい毎日ほぼね毎日使ってて、パッケージももうベロベロでちょっとあまりにもなんか見た目がよろしくなさすぎたので、そう買った、新しいの買いました。そしたらなんかちょっと変わってた。なんか私が前使ってたやつは廃盤に多分なって、新しくもっと改良されたやつになってました。イエーイ、これを買い替えました。そうという感じです。以上、購入品紹介でした。 YouTuber物持ちいいねだって。そう、結構ね長く使ってるものとか多くて、そうあんまりねライン系、アイラインとかだとすぐなくなっちゃうんですけど、そうあれはすごい本当に持ったね。今日は腕時計してないけど何時から、3時45分から始めたよね。電源入んないんだけど、充電切れかしら、充電切れかしら。3時45分から始めたんですけど、まあ遅くても5時には切らなきゃなという感じですね。そう、今日は久々の OUC 配信だね。そうなんですよ、今日はマナーミンちゃんたちが、マナーミンちゃんたち同期なんですけど、あの、マナカとナーミンが、ね、ソーシャルディスタンスコマンやるので、それのオンライン鑑賞会をやらせていただきます。ユイディさんとワリンとズッキー4人です。ショールームでねやるので、ぜひ7時からもうちょい、配信自体公演は7時からなんですけど、配信自体はもうちょい早く始まるの、6時45分とかから始まるのかな、ちょっとあんまりよく分かってないんですけどまあそんくらいです。6時50分から6時50分からだそうです自分の集合時間しか覚えてないそう、リハとかあるからそれの時間しか把握してなかった、ごめんなさい。そう、それもぜひ一緒に見ながら、マナーミンちゃんの配信見ながら、ぜひショールームも2窓くらいでぜひ見てください。前だけ OUC 配信悪い、ん？通信悪いからな。そうなんですよ、いつもなんかめっちゃ喋ってるはずなのにだいたい声聞こえてなくて、そうでなんか途切れちゃったりとかすごくて、なんか時間のズレとかもすごいので、ちょっと今日どうなるかなって感じなんですけど、うん、とりあえず Wi-Fi 切って、通信制限ないので自分の 4G の方でやろうかなとは思ってます。であとユイリーさんもさ悪いじゃないですか一回ね、なんか途中からなっけ、なんだっけ、おうち公演の時になんかね途中からいなくなっちゃったみたいなの聞いたんですけどそうだから4人中2人通信回線悪めっていう結構事件というか、割とそういう感じなんですけどそう、さすがに私はまだ離脱はしたことないけど、だいたいなんか
水に潜ってるって言われますね。今日は潜らないように、潜らないようにって私がどうにかする問題ではないんですけど、潜らなければいいなと思っております。そう、オンライン鑑賞会か。そう、あのね、ペンライトをこの後買いに行こうと思っててそう、実はリハまでに頑張って走ってペンライト買いに行ってます。ペンライトをさ3本くらい持ってたはずなんですけど、私のねコンサートを見に来るとか劇場公演見に来るっていうのでお友達に貸してて、それを返してもらってなくて、そうだからちょっと100均かどっかにちょっと買いに行こうかなって持っている所存でございます。そうだから普通のなんかパキッてやる100均に売ってんのかなっていうか分かんない、ちょっとあったら買おうかなっていうか、とりあえず、店まで走ろうかなっていう思ってますそう、そう、カリパクやカリパク。100均にない？どこならあると思いますか？サイリウムは売ってる？だからそのなんかパキってあって光るやつでいいかなって思ってる。どうせまあね、そんなあれですから。ドンキ100均あるとこはあるね。だってじゃあとりあえず100均行って、ちょっとドンキはちょっと厳しいドンキは厳しい、あんま時間もないので。ね、なかったらコテ振っときますね。じゃあうん、ね、なかったらコテ振っときますこうやって普通にシンプルに楽しみなんですよ。そう、見るのがね、ね、そう、友達に LINE したらなって。私でもその友達に仮パクされてるものめちゃくちゃあるから、もう今度一気に返してもらいたい一気に返してもらいたいです。そう、シンプルになくて困ってるものも一個あって、だから本当に返してほしいなっていう感じなんですけどそう、なんかいろいろ、なんか私がとあるねワンピースを着るときに絶対つけるベルトみたいなのがあるんですけど、それがなきゃもうあんまりなんかあんまスタイルが綺麗に見えないから、もう絶対それをつけるって決めてるんですけど、でもそのベルトを貸してしまってるからそのワンピースが着れなくて今すごい困ってるんですよそうだから返してもらおうかなって思ってます、本気で。そう、ベルト貸すってなんなんだって。いやなんかなんだっけな、そのなんかダンスをやってて、その子もやってて、その衣装で使うから貸してほしいみたいな感じで1年前くらいに貸したんですよ。もっとかな、1年くらい前に、でも1年くらい前に貸して、そうそう、返せ返せって言いたいと思いますそう、
メルカリにあるかもよ。やめて。いや、ワンちゃん。いや、でもそれはさすがにないっすよ。さすがに。わかんないけど。それはもう諦めた方がなって。いや、でも諦めようかなって正直自分でも思っている。そう。まあ。返せ返せって言いたいと思います。ちょっとあと今度今度ね。そう、でもシンプルに自分で買おうかなって思ったりもする。自分でも新しいの買っちゃおうかなってね、思ったりもするけど、そういうの意外と言えないタイプなんだって。言えない、言えないし、なんか貸してとかちょうだいとか言われたら結構貸しちゃうしあげちゃうタイプだねそう、割とね、そういうタイプ本当に。そう、なんか全然待たせてないんですけど、その16期で、あの、まあ2人くらいこれをあげようって思ってるもの、全然誕生日とか関係なくに、もうあのあげようと思ってるものが3つくらい3人あって全然渡せてないんですけど、渡そうと思ってからそれこそ半年くらいに経っちゃってるんですけど、そう、全然なんかちょうだいとか言われたら結構なんか渡しちゃうですよねそう、優しい、優しくはないよ。だって優しいからあげるとか優しいから貸すとかじゃなくて、普通にイエスマンすぎるからだけだと思う。普通にそう、うん、でもずっと渡そうと思ってもう紙袋に入れて置いてあるんですけど、なかなか会った時に、あって思わないっていうか早く持ってけよって感じなんですけど、本当にそう、という感じ。割と、うん、暑いね。郵送でだって確かに。うん。そういう感じですね。着払い、確かに着払いがいいか。全然着払いの方が高くなりそうな子いるけどねなんか一個はあのさきちゃんに、あのさきぽん、道枝さきちゃんにあの折り紙をあげようと思って、そう、あの弟とか妹とか多いから折り紙使うかなと思って、そう、前だけ折り紙がね200枚300枚くらいあったので、そう、買うくらいならもらってくださいっつってそう、それは
結構前からあげるねって言ってるんだけど渡せてないそう、しかもチーム A だから全然会う機会もあるはずなのに全然渡せてない。そう、折り紙着払い確かに一緒だよ。そう、損じゃん普通に。小さい弟妹がいるので、ぜひってあげようと思ってたんですけど、ずっと大きっぱですそう、あとはみなみちゃんに結構前にこのスカート着なくなったらちょうだいって言われてるものがあって、彼女がそれを覚えてるかわからないんですけど、それももうあげようかなと思って、まあ、準備というか、まあ、紙袋にも入れてあるんですけど、そう意外とねそういうの覚えてるんですよね。でもなんか結構ねえ、これかわいいとか、これなんか着なくなったちょうだいとか言われるとそう覚えてる。むしろなんか自分がそれを言われるとなんか綺麗な状態で渡したいから、そっから着れなくなっちゃうんだよね普通にそう、あげようかなと思ってます。着倒したらあげれないもんね。そうそう、そう、あのね本当に、いやそんな性格っていうか本当に割とそうお人よしみたいなところはある本当にそうお人よしみたいなところはすごいある。なんかおごってって言われたらすぐおごっちゃうし、なんかねお人よし、本当にお人よしだと思うそう、なんか向こうが結構ネタとかで言ってても結構信じてそれをなんかしちゃうんですよねそう、チリンの T シャツは誰にもあげれない、懐かしいね。チリンの T シャツをこの配信見てる人、知ってる人がいっぱいいるかわかんないんですけど、チリンの T シャツは去年愛用しすぎて結構トロトロになってしまって、去年の夏終わりの時点でもう捨てちゃいましたそう、でもチリンみたいな T シャツに出会いたくてめっちゃ探してるんですけど、チリンと同じ感じの T シャツに出会えなくて、もうすごい本当に T シャツ探しの旅にめっちゃ出てて、そうチリンの T シャツもなんか買っとけばよかった 2,3 枚そうマジほぼマジ3日に1回くらいチリンの T シャツ着てたもん去年チリンの T シャツ、うん、でもねちょっとねこれからはちょっといろんな人におごってとか言おうかなって思ってる。なんか
そう、なんかたまにはね、私だって甘えても良くないですかっていうあれをちょっと放ちたいと思います放ちたいと思います。そう、では言えないんだろうな、私結構言えない、これは欲しいとかこれ言えないです言えないですあんまり。はって言われそう、確かに。なんかそうね、10代のうちに甘えた方がいいよだって、あと半年じゃ、あと半年しかない誰、そのなんかお財布の紐が緩そうな人探すメンバーでいないかなお財布の紐が緩そうなメンバーいないかな最悪やばすぎ。同期と後輩をやめてるのは確かにいやだ、先輩にたかるのも無理だよ先輩、私先輩とご飯もあんま行かないから、そう本当に、てかあんまてかメンバーとご飯行かないかもしれない、同期としか本当に行かないね、後輩ともあんま行ったことないですね。そう、先輩はねだられたら嬉しいもんですよ。嘘、本当？私後輩にねだられたらあげるけどあげるし、おごっちゃうし、買うだろうけど、嬉しくはない、嬉しくはないんじゃないかな、わかんないけど、あマジかって思うかもしれないあマジかって、あオッケーってなると思うな。うん、そう、オッケーってなると思う。そう、正直ダメだって、いやそんな余裕ないもんそんな余裕ないよ一緒に行きたいですって嬉しくない、あそういう言い方だったら全然ありですね、そういう確かに、ご飯行きたいです確かに、でも分かんない、月末とかだったら、いや今月きついなとか思ってるかもしれない今月ちょっときついなみたいなね。でも私後輩からご飯行きたいって言われたらちゃんと自分から誘って行きますよ、ちゃんと。これはなんか私にしては珍、自分的には珍しいというか、なんかそう、そう自分頑張ってるなって思うポイントなんですけどちゃんとドラさんにはおごってんの、おごりますよ、おごりますよ、おごりますよ。そう、
そうだってそのご飯行きたいと行きたいですとかさ、すごいさめちゃくちゃなんかありがたいというか、やっぱそれはありがたい気持ちにはなる。確かに確かにありがたい気持ちにはなる。あ、なんか嬉しいなって思いますよやっぱ。からだから誘、ちゃんと誘っていきますよ。そう、トラさん全員来たらやばいね。確かに。あ、そうでも今度ヒュートンでもしご飯行ったら私が次おごるんですよ7人じゃないですか。いや、もうこの間ねハッさんがおごってくれたわけなんですけど、7人って怖いなって思ってるよすごい正直そう、何どこに行くかだよね。でも本当に分かんないけど、なんか焼肉がいいってめっちゃ言われてて、そう焼肉 なんか安い焼肉でお願いしますって感じそう、焼肉って怖いよね。だって普通にさもう幅がさ広いじゃないですかね。怖っ。なんか安い焼肉屋さんの食べ放題にしてほしいね。さあ金額が分かってるから、もうそっからもうあのお金かかるやつはちょっと禁止安くても1人4000円だろうね。焼肉高いよねえ1人4000円7人やばいじゃん。焼肉ダメです焼肉はやめようって。今日は焼肉の気分じゃないって言おう今日は焼肉じゃないよって今日はなんだろうな、うどんかおそばの気分だなってそう、牛丼の気分いいねでもサイゼも食べること言ったら結構行きますよ。サイゼって何気、しかもサイゼでいっぱい行った時のなんかこの1回ね5人くらいでサイゼ行っておごったことがあるんですけど、なんかサイゼでこの値段行くんだっていう値段になってちょっと引いたもんサイズイコールやっぱ安いとかさイメージがあるから、なんか5人でサイズ行くと、あ、サイズでこの値段かって思っちゃう正直そう、怖ってなる。たくさん注文したんですよ本当に。サイズ安いから一生みたいな感じのノリでいっぱい注文したらなんか結構な値段行きました。びっくりした。5人なら5000円くらいになるでしょ。え、そう5000円、私も5000円行っても5000円かなって思ったの。全然5000円じゃなかったから行っても5000円だなと思って本当に全然5000円じゃなかったそう、っていう
サイズでさ、どうやったら一人1000円以上食べるのって感じだよね。でも女の子でだよ、しかも。だってねえまあでもそっか、メイン高めのとデザートとドリンク頼んだら1000円超えるか。そっか、あとサラダとかつけたら超えるか。超えるね。そっか、そうだよね、超えるわ。よう考えたら超えるわそう、しかも私ドリンクバー好きじゃない。私そう、ドリンクバーってさ難しくないですか。これなんかすごい思うんですけど、ドリンクバーって誰かが頼むってなったら全員頼まなきゃいけないじゃないですか、基本的には。私基本的にドリンクバー好きな、なんか飲みたい時もあるけど結構いらないタイプの人間なんですよ。お水が好きだから。だけどなんか、こう、なんか AK メンバーで行くとそうでもないんですけど、地元のお友達とかでご飯行くと大体みんなドリンクバー頼むから、ドリンクバー頼まなきゃいけなくなって、そう、辛い一人なんか個別でいいじゃんって思っちゃうけど、でまあ難しいだろうけどね。うん、でもさ、まださ、ドリンクバーだから可愛いもんだなと思うよね。正直さ、例えばじゃあ大人になってさ、大人の飲み会とかってさ、アルコールの飲み放題とかつけるでしょ。したらさ、アルコール飲まない人もつけなきゃいけないわけでしょ。ドリンクバーはさ、まださ、言うても300円とかじゃん。だからさ、いいけどさ、その、アルコール飲み放題で飲まない人おったら結構きついよね。って思うからね、大変だな、大人になるって大変だなってそう、大人になるって大変だよねそうね、アルコール飲まない人は辛いよね。あとそれこそ車で来てますとかの人だったらねうん、飲めるようになれば元取れるんで大丈夫だってやばそっか。でもだから私がもしね大人になってアルコールドリンクバー、アルコール飲まない人やねいたらね、ちょっとみんなでカンパしようって言いたい私はそういう大人になろうと思うよそう、そう、もし飲まない人がおったらね、まあそういう人もいるだろうけどね、たくさん。という感じですなんでこの話、ドリンクバーな、あれか、おごるかおごらないかって話ね。俺は毎回運転する側だから飲めないって、まあ、そうだよね。よくさ家族あるあるだと思うんですけどさ、家族でさどっかさ行くとさ車じゃないですか、だからさ親のどっちかがお酒飲めないみたいな感じになってさね、ありますよねきっとああいう場面って結構難しいよね。なんかって
って思う。そう。7人焼肉ごちそう報告お待ちしてますだって。嫌です。嫌です。嫌です。焼肉は嫌です。免許取らないの？持ってますよ私免許。最近でも二輪の免許が取りたくて、そう悩んでます。二輪の免許欲しいと思って。そう危ないけどかっこいいなって思うの。そうなんか二輪でなんか神奈川は海がある、神奈川は海があるっていうか神奈川ね海があるので、湘南茅ヶ崎とか江ノ島とかあの辺ねバイク走りたいなって思う。そう怪我したら大変だよね。そう、それはそう。私も怪我はしたくないし、そうだからあれなんですけど。なんか原付だとちょっとなんか地味じゃないですか。なんか全然原付でもいいんですけど、だったらなんかちゃんとね二輪取りたいなって思っちゃった最近。最近って結構ずっと車の免許取ってすぐくらいからずっと二輪取りたいなと思ってた。そう、うん、そう原付スピード出ないしさ、なんか二段階右折とかあるじゃないですか。あれがちょっとめんどくさいから。めんどくさいから。そう、家にバイクあるのないです。うちの家族でバイクの免許持ってる人いないのでないんですけど。そうあったらかっこいいなって。そう誰に影響受けたんだ。誰にも影響受けてないです。周りにバイク乗りいないので全然誰にも影響を受けてないんですけど、強いて言うなら映画とかかな。映画とか、そう、そう、ドラマの影響。なんか涼しそうだなって思います。雨の日とかは最悪だけどさ、なんか冬とかも最悪だけど、なんか夏とかにバイク乗ったら、まあでも夏バイクってさ長袖長ズボンじゃなきゃいけないんでしょ本当は、みたいな話を聞いたこと、あそれは免許取る時だけかな知らんけど、なんかね涼しそうだなって思いますよね。そう、夏は止まったら暑い。確かに確かに。免許取ったらウーバーイーツのバイトもできるね。そういつかねウーバーイーツもやりたいんですけど、さすがにウーバーイーツは親に止められそうだなと。そうウーバーイーツの配達員やってみたいんですよね。そう、でもウーバーイーツってさ若い人って、女の人少ないですよね、分からんけど。
フォアモン。なんか普通にもう全部アイドルとか終わって30歳くらいになってウーバーイーツやりたい。ウーバーイーツ30歳とか40歳になったらウーバーイーツやりたいけど、そしたらなんか体力大変そうですよね。ね、30でウーバーはだって、いやそうだよね、30歳くらいでウーバーイーツやりたいんですけど、待って、今は絶対できないじゃないですか。なんか若い頃にやりたいこと全部終わって、なんか落ち着いて30後半くらいに社会勉強の一環としてウーバーイーツやりたい。そう、私はバイトをねしたことなくて、そうバイトしたことなくて、だから、まあ、AKB の世界しか知らないというか、あんまり多分社会を知らないと思うので、もうなんか社会勉強もしたいなっていうね。そうしたいなっていう感じ。学生時代のバイト勉強になるからね。だってそう、そうだから、なんかコンビニの店員とかわかんないけど、何でもいいんですけど、なんかバイトとか、なんかね、いろんなこと体験してみたいなと思うよ、30歳くらいになったら。30歳くらいになったらね、30後半くらいになったらバイトを始めるわ。そう、パートか、パートだね、バイトっていう年じゃないかな。そう、いや起業してよ。だって、まあ、でもさ、起業するにも社会を知らないと無理じゃない。私本当に起業したかったんですけど、高一のそう起業したいみたいなことはずっと思ってたんですけど、それに起業するにも何もかも、もう世の中を多分知らなすぎるから、なんか本当にそのやり尽くしたなって思ったら、なんか一回そうバイトとかして、そうなんか社会勉強をしたいなって思うんですよ。そう、うん、そう、前田は何やっても大丈夫だよ。だってマジ、あ、もう私人見知りだし、なんか握手会とかだと全然人見知り、あんま人見知り発揮してないと思うんですけど、もうそれはもう完全にもうアイドルのスイッチが入ってるからできることで、なんかプライベートだと本当に人と喋らないんですよ、基本的に。だからもうそうなったら、もしね、もしの話なんですけど、もしそれこそ、じゃあ、まあ、もしじゃなくてもいいんですけど、まあ、AKB 辞めて普通に
会社員やりますとかなったらできる気がしないんですよね。そう、だからそう、なんかアイドルの活動も普通に社会勉強というかもあるけど、社会勉強もあるというか、社会勉強、アイドルの活動でも社会勉強はできると思うけど、そう、他のなんかアルバイトとかなんか何でもいいんですけど、そう、社会勉強したいなっていう、いつかね。そう、うん、バイトも無理かも。待ち、バイトもねできる自信ないですよ、シンプルに。だってしたことないな、したことないことだから。そう、会社員はダメでバイトは OK、 辞める気まま。え、そうじゃなくて、なんか会社員、例えばじゃあ将来ね、 OL ってその年で言うか分かんないけど、じゃあ30歳40歳くらいで正社員として働くんだったら、正社員の前に一回なんかアルバイトを挟んで、なんかそこでちゃんと、なんだろうな、その芸能界じゃないお仕事をちゃんとなんか経験というか、社会、本当に社会勉強して、それから正社員になりたいなって思ってるんですよ、なるならね。ならないかもしんないけど、そうじゃないと、なんか何もわからない人が急に正社員になったら絶対迷惑かけるだけだから。そう、なんかバイトもしたことありませんみたいな、なんかそんなね、人よりは全然いいかなと思う。そう、という、最近の、でも最近の、もしね本当に40歳とか30歳とかで、例えばバイトしますとか、何でもいいんですけど、正社員になります、パートします、何でもいいんですけどとかになったらさ、履歴書を出すわけじゃないですか。履歴書に、なその、この空白期、なんかさ AKB って書くわけにもいかないじゃないですか。ね、40歳的になってさ、そんなさ、そこまでのさ、なんていうの、高校卒業してから、そのそこまでの人生がどうやって何してたんですかって言われそうですよね。そうっていう、そこは書こうよ、だってやばくない。そう、遊んでました。でも遊びではないけど、でもそう、なんか遊びって思われる可能性もまあなくはないかなとは正直は思っていて、そうだからこそ本当にバイトと、もし本当にそう芸能以外で生きていくとするならば、ちゃんとバイトとかなんだろうしてから、そう行きたいなって思って、あとはもう資格を身につけるなりなんなりして。
そう、ハイスペック人間になりたいと思います。そう、何の話してんのかよく分かんないけど、そう、アイドルだって立派なお仕事じゃんね。そう、私はそう思うけど、そう、私もそっち派だし、だけどなんかそう思う人もいるんだろうなと思う、世の中にはね。そう、まあ逆にそれがさ、生きるお仕事とかもあるだろうし、だけどそう、いやいや即採用しますだってね。という二十歳手前で考えた将来、将来考えたっていうか将来どうなってるんだろうなって、最近の考え。まあでも私よくわかんない自信ですけど、なんかなんとなく普通に生きていけそうなんかわかんない謎の自信なんですけど、なんかなんとか生きてけ、なんかどんなことがあってもなんかなんとか生きていけそうな気がするので、ちょっとそう、今やりたいことをなんかやろうかなって。そう、そう、謎の自信、謎の自信ですよ、謎の自信だけどなんとかなりそうだから、そう、その適当な感じが大事だってマジそう、だから今は自分がやりたいこととかをねやろうかなっていう感じですね、本当に。4時50分ありがとうございます。100均に売ってるかな、ペンライトファンの方々に聞くっていう、しかもそう熱い、超熱いし巻き取れてきた気がするんですけど、まあ、いっか、パキッてやるライトだったら売ってそうだよね、ペンライトっていうか、なんていうの、あのあれだったら。あのなんだっけ、サイリウム、そう、サイリウムだったよって、そうだよね。うん。探しに行こう。もうそれか、もう本当にマジだ、コテ振るか。適当にこの辺。みんなどんな感じなんだろうな、みんなどんな感じだと思いますか、逆にそう、
こっちは筋トレになりそう。確かに。どんな感じなんだろうね。昨日の純ちゃんは特別持ってなかったんだって。何も持ってないんじゃないだって。あ、マジ？あ、じゃあいいかな。じゃあいいかな。最悪ここで振っとけばいいか。最悪なくてもいいってことだよね。だからね、それかさ、なんかこの辺のペンとか持っとけば何とかなりそうじゃない？どう思う？あとはさ、どういうセットリストかによるよね。なんかさ、めっちゃさ、めっちゃもうしんみりというかさ、バラード系がめっちゃ来る可能性だってあるわけじゃないですか。もうそうなったら、もうこんなんやってたらよくわかんないから。そう、あれですけど、これにしようかな。セットリ知らされてないです。そう、セットリ知らないですよ私。え、いいじゃんって。これにしようかな。じゃあ暑いし、外は暑いし、これにしよう、決定。もはや買いに行くのをやめるっていう。資源の無駄ではないかもしれないけどね、あれなので。じゃあこれで。お前だ。オッケー、これにします。決定。ということで、でもどっちにしろ切らなきゃいけないので。切ります。そういや、前田彩香図鑑を見てる。見てます、めっちゃ見てる。あのさ、それ聞こうと思ってたんですけど、私ね、ファンの人のツイートをいいねするのどうなんだろうって思ってる私がいて、でファンの人は嬉しいと思うけど、みんなどうなんですかね。全然みんな、なんかさ、それこそさ、なんか私がチェックしてるとかそういうのがないとさ、ツイートねしたくなくなると思うので。そう、そう、なんか結構さ、メンバーもね、ファンの方のツイートいいねしてる方とか多いからさ、なんか逆にいいねしてくださいってね来る時もあるって。そう、どうしようかなと思ってたんですけど、禁止じゃないのね。だって禁止かどうかは正直わからないですけど、なんか禁止そうだなっていう予感はしなくもなくて、でもみんなやってるならいいかって思っちゃう自分もいたりして、でも私はルールを、みんながやってようが私はルールを守りたい人間だなっていう、なんか理性みたいなのも働いたりして、でもまあ禁止じゃない可能性もあるから、じゃあいいかなって思ったりしなくもない。
そう。コンプラ姉さん、そう、コンプラね、本当にね、コンプライアンスですよ、コンプライアンス。コンプライアンスです。そう。で、正直、でもそれでなんか、例えばじゃあ、なんかね、問題があったとしてもさ、なんか正直嫌じゃないですか、それで聞く。なんか私はそのファンの方を喜ばせなくてやってたとしても、それがなんかね、周りに回ってなんかね、なっても嫌だなと思ったりはしてる。からどうしようかなって思ってます、正直。でも見てはいます、見てはいますっていうのだけは報告したい。めっちゃなんか懐かしいなと思ったり、なんかすごい面白いのとかあったりとか、そうする。そう、そう、という感じです。まあだから、まあ確認したりとかしてできそうだったらしていきますね。そう、なんか握手会のワンショット動画とか上がってたりとかして、なんかすっごい恥ずかしいんですけど、なんか面白いです、自分で見てて。そう、そう、あとは私のなんか本当に初期の写真とか、なんか若っていう若っていう、そう思って見てますよ。ありがとうございます皆さん。なんかね、人に1回しか図鑑の投稿できないの、だって全然そういうのではなくて、なんか好きなだけ、好きなだけってか、してくれるだけしてほしいなっていう感じで、なんかね、そしたらね、その投稿してくれたファンの人のフォロワーさんとかが見て、あ、可愛いなとかさ、まあなんかね、何かにつながる可能性はいっぱいあると思うので、ぜひたくさんツイートしてください。そう、お願いします。こちらもね、今日は5日だから、あと1週間もないですね。そう、という感じで、そう、なんか私のあれにもつながりますよ、めっちゃ。なんか私のことを可愛いと思ってくれてる人がこんなにいるんだなって思って、そう、元気になります、めっちゃ。そう、普通に単純にめっちゃ嬉しくて、そう、なんか自信につながりますね、本当に。可愛い、もっと可愛くなろうって思います、はい。そう、ということで、ぜひよろしくお願いします。という感じで、スルスルマジで切んなきゃなので、ランキング発表したいと思います。13位レフさん、12位マッツーマイさん、11位あーちゃんのことが大好きピナユキタンさん、10位かやっぺさん、9位ひろみど0619さん、8位ひさおさん、7位ジェイさん、6位ゆうさん、5位年金生活さん、4位やまちゃんさんです。ありがとうございます。そして第3位カズアットマーク七色さん、ありがとうございます。
第2位ナッキーさん、ありがとうございます。そして第1位はゆうぽうさんです、ありがとうございます。ということで見てくださってありがとうございました。またね6時50分からねショールームの方でオンライン鑑賞会始まるので、ぜひそちらも見てください。あということでまた会いましょう。バイバーイ。